Hi, Moikka. I'm now back in Japan for holidays, and this time I brought different Finnish foods, sweets, and a drink so that my family can taste them. I have, for example, cinnamon roll, Karelian pie, Finnish candies, salmiakki, chocolates, and a long drink, and so on. So what I'm gonna do now is I'm gonna make my family taste them. My parents, my younger sister, and her husband are here today. So I'm gonna make them taste each of the Finnish food I brought and see what kind of reactions I get or how they think about it. Let's go. じゃあいいですか、こんにちは。こんにちは。いろいろ食べ物を持って帰ってきたので、ちょっと食べてもらって、はい、感想を聞きます。はい。あの、思う素直な気持ちを言ってもらえたら。はい。じゃあまず、何からいこう。シナモンロールかな。うん。シナモンロール、これ、パッツェル。はい、っていうチョコとか、まあ、売ってるメーカーの、はいはい、このシナモンロールですね。シナモンロール、ね、でフィンランド語ではコルバプースティ。コルバプースティ、うん、なんか耳を平手打ちっていう、ちょっとこう潰したみたいな形で、まあフィンランド料理なのか、もともとスウェーデンのご飯なのかちょっと分からんけども、じゃあまずシナモンロールから、うん、で今このコーヒー、うん、これは、うん、これもフィンランドの、うん、コーヒーです。買ってきてくれ。800g ぐらいやったかな。結構大きいコーヒー豆、うん、1キロや。1キロ。グラム、うん。めっちゃいい香りする。カエルマーク。うん、だから。はい。ああ、いい香り。ああ、いい香り。なんかちょっと、なんか、うん、すごい、うん、いいな。好き好き。ちなみに人口1人当たりのコーヒー消費量は世界1かな、トップかな。通り。開けた途端に通りやったよ。途端。じゃあシナモンロールから行きましょう。はい。はい。どうかしら。食レポや。うまや、食レポ頼んで。あ、シナモンとカルダモンも入ってるかな、フィンランドの。さっき温めたし。うん。もう今日一回目。うん。美味しいな。美味しいな。こういうちょっとこの食感。もちっとした。もちっとした。美味しい美味しい。これも。これは間違いないわ、うん、これ美味しいわ、うん、なんか日本やと、うん、縦の層じゃなくてあの円円になってる、あ、そうそうそう、それが多分確かに詳しいな、なんかそのイメージが日本だと、でそれが多分スウェーデン流かな、結構、うん、コーヒーにも合うし、バッチリ、美味しい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 、シナモンロール美味しいわ。じゃあ2つ目、はい、これね、見たことあるかな、フィンランド来たら食べない、うん、もうなんか常にどこでもある、そう、常にどこでもある、これもパッツェルの、うん、カレリアンパイ、うん、朝食とかな、うん、ホテルとかで出てたり、うん、そう、まあ、フィンランドのカレリア地方っていうの東のところの伝統料理で、ライ麦粉の上にミルクのおかゆ、はい、おかゆが乗ってるにおかゆ、これはもう朝食でいうイメージ、朝食かスナックとかでも、お夜食に食べる人もおやつみたいな感覚でも OK なのかな、うんうん、うん、じゃあこれも1個ずつ、はい、いっちゃって、はい、よっしゃ、うん、シンプルで美味しいな、うん、なんかあっさりしてる、うん、うん、おー、癖があんまりそんなにないよな、シンプルに卵のバターを乗せたらほんまにいいけど、これは飽きひん感じがする、確かに、うん、これは確かにシンプルな味がいいな、これ、うんうん、何でも合いそうな、食べれそう、なんか上乗っててもチーズとかも合いそう、合いそう、うん、うんうんうん、じゃあカレンが気打ちに、うん、次、うん、これはサーリストライスレイパー、サーリストライスボックスは軍刀とか諸刀で、レイパーはパンやから軍刀パン、諸刀パンみたいな、海鮮とかを食べるやん、島の人って、それに合うパンだから、肉よりもサーモンとか乗っけたほんま美味しいねんけど、ライ麦パンやけど、これ甘いやつ、甘い、うん、甘いや、いただこう、じゃあいただくか、じゃあいただきます、いただきます、はい、じゃあよっしゃ、甘みがあってちょっとしっとり、ああ、ドライブの香りが、うんうん、うん、素朴な味、素朴な味、素朴な味、うん、ちょっとなんか甘いな、うん、うん、ちょっと甘みもあって、うん、うん、カレンさん食べてみ、どう、カレン美味しい、確かに、うん、食べてるやん、食べてます、なんか普通のパンよりも食物繊維が多くて、うん、やっぱいいねって、ライ麦パンやし、体に良さそう、なんかライ麦っていうのがちょっと、うん、よう出てくるな、うん、やっぱり、確かに、うん、あんまりな、日本そんなに馴染みないけど美味しいな、うん、確かに、日本基本白いパン。確かに白くて柔らかい、そうやな、小麦で、小麦で、うん、うんって言うてる、うんうん、だからフィンランド人はみんな日本に来たら、その
日本フィンランドのパンが恋しいっていうか、あ、甘なんかふわふわすぎるとか、うん、甘いからこういうがっつりした、うん、そうやな、うん、じゃあ甘いもの行く前に、はい、これ何でしょう。オートミール。正解、うん、オートミールは唯一フィンランド、唯一というか珍しくフィンランドのはるかに安い。スーパーでな、日本で見てびっくりしてた。ぜひ買ってきて。そんだけみんな消費するって。消費はするし。で、オートミールにこのブルーベリーパウダーをかけてみます。ミスティックやる。じゃあちょっとスプーン持って。いろんなベリーのパウダーになってるから。じゃあこれ。はい、いただきます。いただきます。どんな香り、なんかするにおい、香りでもなんかブルーベリーの普通にソースかけた感じ。あのさっきの朝食によく食べるカレリアンパイ、ミルクガユみたいな感じやな、はいはい、食感が。あ、ほんま、味はまあブルーベリーやけど、本当におかゆになんかブルーベリーの感じ。おかゆに美味しいわ。でも美味しいわ。合う合う。これはもう朝食の定番ね。うんうんうん、もうみんなこれ。あ、みんなこれか。オートミールってこと。美味しいな。日本やとダイエット食とかでよく使われるから。ああ、確かにオートミールな。あー、じゃあまず定番のゲイシャ。うん。ゲイシャ。ゲイシャチョコ。これもファッテルの。で、まあなんでゲイシャかっていうと、まあ創業者のファッテルファミリーの人たちがこれをまあ開発するにあたって日本文化になんか影響を受けたと。へー。で、まあ、日本の芸者で結構芸者って名前は何年か前にすごいネット上でもなんか文化の冒涜じゃないかみたいな議論が起こって、へー、日本人個人的には別に全然いいんやけど、うん、ということで、じゃあまず芸者から。よいしょ、はい、よいしょ、はい、おいしい。中に何か入ってる。これヘーゼルナッツだね。うん。細かいやな、粒っていうかな、うん。人気やんな。これは人気やな。定番やな、お土産の。これも食べたいの。どうやな。美味しい。美味しい。うん、なんかアメリカとかカナダのチョコより、うん、確かに。なんかちょっと繊細さがある、ね。美味しいな、うん。確かに。繊細さがある。日本人の口に。うん、甘すぎないよ、うん。甘すぎない。うん。うん、まあ美味しい美味しい。これに合うわ。確かに。うん、じゃあまた別のチョコ。別のチョコ。もう一個の。これは違うブランドのブルンベリーっていうね、このフィンランドの国旗の色をした、お、お前ポッポルボーっていう綺麗な街で作られたチョコレート。これはね、トリュフチョコね。トリュフ。うん、いいね。あ、おいしいよ。作られた。あ、これやっぱりフィンランド。おいしい。これ初めて。うん、おいしい、おいしい。美味しいな。ちょっとこっちの方が甘さは勝ってるな。そう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 、甘いな、うん、ちょっと甘いな。芸者の方が食べやすい、うん、量は食べれる、量は食べれる、うん、でも美味しいわ、うん、存在感で。これもうちょっと味控えたらもっと、あ、甘さ控えちゃうか、日本人には、うん、いいコメントやな、うん、じゃあこれ何の動物でしょう。キツネ。正解。フォックスキャンディーね。ケットか、うん、あ、そうかそうか。あのマーマレード味のキャンディーね。マーマレード。ファッテルの伝統昔的なある的な、すごいこれは懐かしい味だと思う、うん、ゼリーに砂糖がまぶしてある感じ。え、うん、ちょっと食べてみる。何これ、なんか不思議な。なんかさ、これ昔こういうなんてあるよね。なんか確かに駄菓子じゃないけど、そう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 、なんかお茶、抹茶とかに、あ、抹茶というか渋いお茶にも合いそう。あ、そうやな、うん、やっぱ煎茶やな、うん、煎茶、うん、こんなんあるんや、フィンランドにも。確かにちょっとあの和菓子的な要素がある。確かに確かに、うん。じゃあ続きまして、ウィヒリアクーラッツっていう、これは緑の玉っていう、まあ見た感じ、うん、そう、ツイッターで何を買ったらいいって言ったら結構これが、これを買うべきやみたいな、うん、これが梨味かな。へぇ、梨梨味で、なんかフィンランドの元内務大臣の政治家もこれがいいよって言ってくれて。おいしいわ。ああ、さっきのより食べやすい。さっきのより食べやすい。見てちょ、見てちょ。うん、確かにカニ食いつく。駄菓子屋にある。駄菓子屋にある。ソーダ味の。美味しい。これちっちゃい子とか好きやと思う。じゃあサルニアッキの前にリコリス。リコリスってわかる？わかりません。テトリスしか知らん。いいですよ。あの名前？そうそう、あの甘草って、甘い草って書いて、まあ薬草の一種で。テトリス。親父ギャグや。これにリコリスに塩化アンモニウムを加えると
サルミヤッキーにある。あへえ。いろんなリコリスのお菓子もあるよ、チョコもあるし、まだこっちの方が食べやすいかな、うん感じ。へえ、これでもまだね食べやすいと思う。じゃあはい、ちょっとずつ、はい、いきます、はい、せーの、はい、全然大丈夫じゃない。あの甘みの方が勝つから、うん、あ、そうやな、確かに、まだ甘いからいけるな、うん、甘みのから甘いお菓子っていうイメージで、あんまり抵抗はないけど、いっぱいは食べたくない。そう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 。お前めっちゃはっきり言え。食べれるで、全然、あ、量はあんまり食べれへんけどな、うん、これ食べたことあるから一回、うん、フィンランドで一回食べたな、一回食べたけどちょっと味忘れたな、ちょっと忘れてる。お父さん食べられてあの時、うん、そうやったっけ、うん、ちょっとじゃあ一個ずつつまっとって、あ、こういう形なんだ、覚悟覚悟で、これ塩気あるから子供は多分やめた方がいいかも、はい、こんな数入ってるってことはみんなみんなめっちゃ好き、これのアイスとかお酒もあるし、うん、これこんななんていうのひし形してるん、うん、せーの、せーの、グミ、うわっうわっ、きた、あとからっていうの、これ、うん、あら、なんか独特な、うまい、これなんか独特やん、ウイッと苦いじゃないな、なんなのこれ、なんかあの、これな、薬や、薬、薬、喉の薬やって、確か、あ、薬、なるほど、うん、でもこれ、案外食べた、あれ、ちょっと待って、昔めっちゃ嫌いやったけど、今これ、お母さん前よりも食べな、前よりもいけるわ、なんでやろ、なんか、吐くとか前な、吐いたもん、お母さん前吐いた、確かに、うん、あれ前履いたもん私、でもいらんな、いらんね、うん、やっぱいらんもん、もうこのちっちゃい粒食べたらもう満足や、うんうん、でも履く時間が全然、うわやっぱり後で出したら来る、飲みも欲しい、これ口直し、口直し、あ、それの方が美味しい、水とってこか、普通に俺、まあ、今飲み込んだけど、よう頑張ってんな、なかなかなくならへんな、ほんでこれ、うん、せやね、それコメントやな、なかなかなくならへんな、ガムの代わりみたいな、ファッツェル、ファッツェル、ファッツェル何でも作ったはんねんな、じゃあこれ、これはロンケロと言います、ロンケロ、ロンケロ、ジンリキュールとグレープフルーツ、ジンと、あと炭酸水で割ったまあロングドリンクで、確かね、確かオリンピックがフィンランドヘルシンキであって、その時に開発されたのかな、でこれグレーの色なのは秋の、うん、秋のフィンランドの空、うんうん、夏が終わって、そうかそうかな、冬空やな、これはね、みんな飲んでるし、うん、じゃあ2人ちょっと、はい、爽やかなロゴ、うん、なんか普通に美味しそうやな、うん、一口もらおう、うん、ではサウナとかでもみんなもう飲んだらええの、うん、はい、あ、グリーンフルーツの香り、うまいわ、うまいっちゅうか、飲みやすい、あ、美味しい美味しい、飲みやすい、うん、ジュースみたいな、うん、これアルコール度数は？あ、これ飲みやすい。これ 5.5%。5.5。飲みやすい。な、美味しいな。うん、日本人好みの味だな、うんうん。まあそんな感じで全部飲んでもらいましたけど。全体的な食文化を、うん、人気なやつな、うん。どう思いました？チョコレートとか、うん、そんな衝撃感ない。なかった。そうそう。たれ焼きぐらい食べれへんかったのは。うん、まあ、まあそう、うん、日本では食べへんな、そうな、うん、日本人の納豆みたいな、あ、納豆は確かに、うん、慣れなあかんかもしれない、慣れたらな、うん、分からないけど、でも薬って聞いたら、うん、なんかちょっと食べれそうな気もする、うん、これって歯にもいいんやろか、歯はあれやろ、関係ない、関係ない、それとあともう全体的にやっぱりあの個人的に言うとやっぱり甘いな、あ、いろんなお菓子がやっぱり甘いから、まあまあ、確かにもうちょっと甘さを抑えた方が日本人にはあの好まれると思う、うん、思うな、キャンディーの種類も多いしな、スーパーいっぱい、なんか売り場の数すごいもんな、キャンディーだけであんだけ、うん、みんな好きじゃないの、そうやな、うんうんうん、じゃ逆にフィンランドの人に勧めたい日本の食べ物、うん、何でもいい、うん、ありますか、お好み焼き、お好み焼きね、あー好き好き、あれ日本製やな、そうやな、簡単で、うん、安くて美味しいって感じ、うん、もう普通にラーメン、ラーメン、日本のラーメンな、なんかない、お菓子とか、茶碗ご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 、
大福餅みたいな。あ、甘いしな、うん、まあお餅とか最近餅っていう言葉は結構知られてるから、うん、そう日本酒じゃん。日本酒、あ、日本酒はもう海外でも、日本酒は何と食べてもらう、飲んでもらうのがいい、何と一緒に、うん、じゃあお客さんが来ます、フィンランド人が急に来ます、家に日本酒飲みたいって言います、うん、おもてなしします、何を作る、ご飯、おでん、あ、おでん、あ、いい、おでんいいな、おでんいいな、おでんいいな、それと居酒屋連れていくな、いろんなメニューが、以上で、はい、ご協力ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、バイ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